3対3、1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び、スタートしました。予選競争の第6レース、6選手それほど差のないスタート。さあ1幕の攻防戦、逃げる1号艇の平池仁、2号艇の向井地を指す、その間を割った3号艇の大平義明、抜けたのは3号艇の大平です。スタートは前提正常でした。区切りの2戦勝が見えました。3号艇の大平義明、最後のバックへと抜けていきます。選手生活32年、嬉しい2戦勝のゴールが見えてきました。2番手が2号艇向井所、3番手は5号艇の富成、3番2番5番の体型でラストコーナーです。先頭は3号艇の大平義明、そして2番手が2号艇の向井所浩二、3番手5号艇の富成健二と折り返してきました。第6レース間もなくゴール、先頭3番大平2戦勝のゴール、2番